はい、どうも無名でございます。今回もね、楽しくスマブラ SP やっていくんですけど、今回ねパックマンの即死コンボがね見つかったので、それについて話していけたらなと思います。流れとしては、クーした、クーマエかな、クーしたして、その後全部クーマエみたいな感じですね。とりあえず見ていきましょう。1、2、3、4、これですね。簡単、めちゃめちゃ簡単なんで覚えていただけたらなと思いますね。クーした、クーした、クーマエ、クーマエ、クーマエですね。1、2、3、4、もう簡単しかもパックマンね、こうやって即死コンボした後もちゃんと戻ってこれるので強いなと思いますね。1、2、3、4。でもね、ちょっとミスっちゃうとね、こんな感じになるかもしれないですけど、まあそうなってもミスってもね、30何パーセントとかね稼げるので、いいコンボだと思います。1、2、3、4、簡単っすね。めちゃめちゃ強いですこれはパックマン使いの人はね、まだ覚えてなかった人はいたらね、ぜひ覚えていただけると強いと思います。あ、やべ、コンボが解けちゃった。ちょっとでもね、早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメなんですよね、このコンボ。早すぎると繋がんないし、遅すぎても繋がんない。うん、これは今のはちょっと早すぎたって感じですね。今のが早すぎたっていう例ですね。遅すぎても、まあ相手が回避とかで逃げちゃうので。1、2、3、4。これは繋がりましたね。うん、今のがジャストタイミングだと思います。これね、結構繰り返し練習すると安定しますね。あー、ダメだ、今のちょっと遅かったですね。もうやってる最中に分かってくる、だんだん。あ、これ遅いなとか、これ早いな。どうしたー、キングクルール自滅の一途をたどった。1、2、3、4。うん、余裕ですね。強い、手軽でしかも強いコンボなのでね、ぜひ覚えていただけたらなと思います。1、2、3、4。あー、ちょっと早すぎたね今の。空前のねタイミングが早すぎるとね、7回しか繋がんないで、最後の一発がね当たんない可能性もあるので、そこですね難しいの。今のがベストタイミングですね。はい、ちょっとね、さあ実戦に移っていこうかなと思います。はい、やっていきましょう。ミュウトゥー、シジミンシジミン、あのなんか女の子ってなんだっけ、ゼノブレードの女の子だったっけな、今アイコンにいた子。OK。 OK。 はい、お疲れ。危ない、オッケー、お疲れ様でーす。見立てやっぱスネークは強えな、こう考えると。やばいっすわ、神キャラマジで強え。
はい、次の試合、クッパジュニア。クッパジュニア知らねえんだよな、どういう戦い方か。スマッシュボールとか入れてんの。はい、お疲れい。リーチ長えな、クッパジュニア。やべえ、自滅したー自滅してもうた。はい、次クラウド。ちょっと悔しいんでね、もう一回ゴリラでいきまーす。なんだここ。いやー、しょうもねえな。お疲れー。ステージがなんかしょうもないな、マジで。はい、お疲れお疲れ様でーす。
お疲れ様です。